モンテロのトレードが発表された直後、マリナーズの公式のデプスチャートが更新されて、モンテロは現在クローザーとして記載されています。マリナーズの現状のブルペンを見ますと、他にクローザーができそうな選手もまあいませんので、ここに特に驚きはないんですが、ただ今後の動き次第では、モンテロがクローザーではなくてセットアッパーなど他の役割を務める可能性も、まだまだ十分あるんじゃないのかなと思っています。オフシーズンが始まった時点でマリナーズは3人から4人ぐらい勝ち試合を任せられるような選手を獲得したいとリポと GM が言っていましたが、当然このモンテロだけでリリーフ補強は終わりではなくて、まだまだ FA 市場やもしかしたらトレードで年俸がもう少し高くて、かつ実績のある選手を獲得してくるんじゃないのかなとは思っています。あれから2ヶ月経ちましたが特段変わっていません。はいはい、こんにちは、116ウィンズです。今回は2ヶ月ぶりにマリナーズの補強関連の話をしていきたいなと思うんですけれども、今日マリナーズは昨年までブルージェイズのクローザーとして活躍していたケン・ジャイルスと2年契約で合意したと報道されました。契約に関してはまだメディカルチェックが済んでいないことなどから、金額の総額ですとか、またそもそも球団からの正式発表もまだというところではあるんですが、問題がなければこのジャイルスとの契約に関しては近いうちに発表されるのではないかと考えています。でジャイルズに関しては2年契約ではあるんですけれども、昨年の9月にトミー・ジョン手術を受けたため、今シーズン2021年シーズンは全休する見込みとなっています。なので2年契約といっても実質的には2022年のみの契約となっていまして、まあ、個人的には今季に向けたリリーフ補強というところをもう少しやってほしいという思いはあるんですが、ただジャイルズクラスのリリーフピッチャーをこういった形で獲得できたのは2022年から勝負期を迎えるマリナーズにとっては非常にプラスに働くのではないかと考えています。このオフ、ブレイク・トライネンですとか、それからカービー・ゲイツといったクローザーの獲得に動かなかったマリナーズですけれども、来季に向けた動きとはいえ、ちょっとワクワクするような補強に動いてくれたのは非常に嬉しいですね。はい、では今回マリナーズが獲得したジャイルズという選手をご紹介したいなと思うんですけれども、ジャイルズは3球団フィリーズ、アストロズ、それからブルージェイズの3球団で計115セーブを挙げた実績のあるクローザーでして、昨年は肘の怪我の影響で4試合にしか登板することができなかったんですが、2019年にキャリアイヤーを送りまして、この年53試合で防御率なんと 1.87、 53イニングを投げて83奪三振と非常に三振も奪えますし、またフォアボールに関しても9イニングあたりでだいたい3個ぐらいとそこまで多くはないですので、トミー・ジョン手術からの復帰が順調にいけばという前提はつくんですが、一流のクローザーとしての成績は十分見込める素晴らしいリーフピッチャーを今回マリナーズは獲得することができました。2018年のオフにエドウィン・ディアスをメッツへトレードして以来、マリナーズにはまともなクローザーと呼べる選手がほとんどいなかったんですけれども、来季2022年には本当の意味でクローザーと呼べるような選手がチームに加わってくれそうですね。では続いてジャイルズがどんなピッチャーかを見ていきたいなと思います。昨年のジャイルズはほとんど投げていませんので、数字は2019年ジャイルズがキャリアイヤーを送った年のものを持ってきたんですけれども、基本的にはフォーシームとスライダーの2球種で投球の方を組み立てておりまして、2019年はスライダーが 49.4%、 フォーシームに関しては 49% と、ほぼこの2球種しかないことがここからもわかるかと思います。でジャイルズのフォーシームは最速で100マイルと非常に力のあるボールとなっていまして、で一方でスライダーの方はフォーシームと同じような軌道からストンと縦に落ちるようなボールとなっています。でこちらが2019年のジャイルズのスライダーとフォーシームがどのゾーンに多く行っているのかが分かるような図となっているんですが、赤い箇所がその球種のボールが多く行きやすい箇所となっていまして、右側フォーシームに関してはプレートの真ん中高めのゾーンが赤くなっていますけれども、一方でスライダーに関してはプレートの真ん中というところは同じなんですが、低めのゾーンが多くなってますよね。ここからもバッターとしてはジャイルズのフォーシームとスライダー同じようなゾーンに向かっているように見えるけれども、フォーシームは一気に高めに抜けていくのに対してスライダーはプレートの手前でストンと落ちてきますので、バッターからすればなかなか対応が難しかったのかなと思いました。で実際ジャイルズのスライダーはかなり空振りを奪える球種となっていまして、2019年の空振り率はなんと 54.4%、 バッターがスイングした際2回に1回は空振りとなっているわけですから、いかに有効にスライダーを使えているかがここからもわかるかなと思います。スライダーに対する打率、長打率、そして WOBA は全て1割台となっていまして、 MLB のバッターたちであってもこのジャイルズのスライダーへの対応には非常に苦労しているようですし、またベースボールサバントには球種別のランバリューという指標があるんですけれども、これは簡単に言ってしまえばその球種がどれだけ得点期待値を下げることに寄与したかを表す指標となるんですけれども、
ジャイルズの2019年のスライダーはマイナス13点分の効果があったことが分かっています。いきなりマイナス13点と言われてもピンとこないかもしれませんけれども、同じ年のミルウォーキーブルワーズのジョシュ・ヘイダーのフォーシームがランバリューがマイナス12でしたので、それと大体同じぐらい2019年のジャイルズのスライダーは効果があったということになります。こう聞くとジャイルズのスライダーかなりすごかったということが伝わるんじゃないですかね。そしてこのスライダーに支えられてか、ジャイルズのスタッドキャスト系の指標も非常に優秀なものとなっています。2017年および2019年の打球の質から予測された打率、長打率、そして WOBA はいずれもリーグ上位 10% 以内とかなり優秀です。運だけではなく実力でしっかり抑え込んでいるというところは非常に好印象ですね。また冒頭の方でも紹介しましたけれども、ジャイルズに関しては奪三振も非常に多いピッチャーでして、2015年以降では調子を落とした2018年シーズンを除いて全ての年で三振率に関してもリーグ上位 10% 以内に入っていますので、あまり打たれることもなく、かつ三振もしっかり奪えるということで、なるほど、こういったピッチャーが本物のクローザーなのかと個人的に感動を覚えました。まあ、それだけクローザーがいなかったということなんですけれども、なので今回マリナーズが獲得したジャイルスというピッチャーは実力に関しては一流のクローザーと言ってもいいかと思います。あとはトミー・ジョン手術からどう戻ってこられるか。トミー・ジョン手術から復帰したピッチャーの中にはなかなか球速が元の水準に戻るまで時間がかかったりですとか、また復帰してから数年間は制球の方が定まらなかったりと本来の力を発揮できないというケースも多く見られるわけなんですが、ジャイルスが2019年のようなピッチングを取り戻せるかはチームが勝負をかける2022年のクローザーの座を託したマリナーズとしてはとても重大な問題となってきそうですね。ジャイルズに関しては手術明けどうなってるかがまだ分かりませんので不安な要素はあるわけですけれども、ただ何度も言うように実力に関しては一流のピッチャーですし、またマリナーズとしても2022年本気で勝負をかけに行くんだという意思を感じるような今回のジャイルズ獲得でしたので、まあ、まずは今シーズン2021年の戦いが終わってからではありますけれども、来シーズンのマリナーズが今から本当に楽しみですね。とはいえここまでいろいろ話しておきましたが、ジャイルズが復帰するのは来年のことですから、今シーズンはとりあえずモンテロがクローザーで乗り切るんだなということが今回分かりましたよね。まあ、12月にあのような動画を上げましたけれども、まさかモンテロが本当にクローザーを務めるとは当時は思っていませんでしたので、まあ、1年間ジャイルズ復帰までのつなぎということにはなるんですけれども、どうなっていくんだろうというところと、また今シーズンのマリナーズのブルペンに関しては目星い補強はモンテロとあとはミドルトンぐらいですから、ブルペンの状況を大きく改善したわけでは全然ないですので、今シーズンも試合終盤は、まあ、結構ハラハラするような展開が多くなりそうですね。今年の6月頃に昨年8月にパドレスから獲得したアンドレス・ムニョスが復帰予定で、そのムニョスですとか、あとは他の若手のリーフピッチャー、例えばヨハン・ラミレスですとかジョイ・ガーバー、フアン・ゼンといった若手のピッチャーたちが台頭してきてブルペンの中で期待以上の活躍を見せてくれたりしたらいいなとは思ったりはするんですが、まあ、あまり過度な期待はせずに広い心を持って今シーズンも試合終盤のドタバタブルペン劇場を楽しんでいきたいなと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。